入れて力を抜いて離す。あんまりこういう仕事に勢いはいらないので、うんうん、あの普段してない動作や曲げ伸ばしをするっていうのも整体の一つの、はい、まあ、目的というか、最初にこう全体見て自分のイメージを固めるんですよ。目的とかイメージ持ちながらやってますね。体の残りがその原因とも限らないんですよね。そこを取っても痛みが取れないってこともあるので、体重移動をしながらも押そう押そうって多分考えちゃうと思うんですよ。そうなんですよ。でそうすると体重移動をしてきてもその手押しになっちゃうんですよ。固定して体重を乗せてくるだけなんです。押し込むっていうよりもホールドするっていうような感じなんですよ。曲げた状態から押していってその角度はキープなんです。慣れてくると曲げようとも思わないし伸ばそうとも多分思ってないです。押さえておいて振動を加える。弱い力で効かすことができる。こういうのあるとお客さんから聞かれた時にも堂々自信持って言えたりしますよね。自分が脱力することによってお客様にも脱力していただく。だから頑張らないです。まあ、私身長154号、体重40キロ